合同で練習したのは、宅く中学校など水戸吉の4校の野球部です。4校の部員はそれぞれ10人ほどですが、今日は合わせて30人ほどで練習しました。水戸吉は部員の人数不足を補ったり、教員の負担を解消したりするため、部活動の地域移行を進める放課後改革プロジェクトに今年度から取り組んでいます。 部活動の人数が足りないからどんどん選択肢が減っていくというのが一番辛つらいところで、合同部活動等も取り入れながら、今までの部活も維持していくという、今まで以上に選択肢を増やすきっかけにしようということで、今、さまざまな実証事業を行っております。三戸吉は、今後も地域の指導者の確保などに努めたいとしています。